カフラーは古代エジプト人の王。皇王国時代の第四王朝を統治した。クフの息子であり、ジェドエフラーの後を継いで王となった。古代の歴史家、マネトによると、カフラーの後はバカ、またはバウエフラー王が王位を継いだ。しかし、考古学的資料では、メンカウラー王が王位を継いだとされる。カフラーは、ギーザで二番目に大きいカフラー王のピラミッドの 建造者である現代のエジプト学の見解では、その異様を残す大スフィンクスは、紀元前2500年頃、カフラーのために建てられた。ヘロドトスによる歴史的記録では、クフがエジプトの神殿を封鎖した後、その封鎖を続けた残虐で異端的な支配者であったとされており、それ以外にカフラーについて知られていることは少ない。 アビュードス王名表に記されたカルトゥー種名カーフ、カフラーは、クフ王の息子であり、前王ジェドイフラーの兄弟である。幾人かの学者はカフラーは、メリタテス一世の息子であると考えている。それは、彼女の記憶に敬意を表すカフラーの碑文があるためで、ある。王の妻、彼の最愛の人、ホルスに尽くす、メリトイティテス、王の妻、 彼の最愛の人、メリートイティテス。に、女神に愛される者に愛される。彼女の言ったことは何であれ彼女のために実行された、人。スネフェルの大いなる寵愛を受けた。クフの大いなる寵愛を受け、ホルスに尽くし、カフラーの下でおもんぜられた。メリートイス、ブレステッド、エンシェントレコーズ別の学者はこの日分は単に王妃が。 カフラーの治世中に死んだことを示しているに過ぎず、カフラーはおそらく王妃ヘムトセンの息子であると主張している。カフラーは複数の妻を持ち、少なくても12人の息子と3、4人の娘がいた。カフラーの他の子供たちも知られているが、母親は特定されていない。他の息子には、アンクマラー、アクラー、イヌミー、イウノラーがいる。また、ラケトラーと、 ヘメトラーと名付けられた二人の娘がよく知られている。カフラー王。エジプト博物館像。ゲオルグステインドルフ発見。ライプツヒ彼の在位期間について定説はない。何人かの著者は、全2558年、全2532年としている。第四王朝は、一般的に全2650年ごろ低、全2480年頃に、年代付けられている。 鳥の王名表の彼の在位年数が空白であり、真似とは66年という長すぎる数値を提示している。多くの学者は、ネクラ王子のマスタバボ壁面に刻まれた名に基づき、24年から26年の間であると考えている。この名は12回数えた年という年次があるが王名不詳である。だが、ネクラがカフラーの息子であることから、 カフラーの在位年表記であると想定されている。カフラーの在位年を示す最も大きな数値は第13年の出来事であり、これはマスタバ G7650 の外装材の石の裏に書かれていた。第4王朝時代の畜牛頭数調査が各年で行われていたとするならば、この数値は24から25年の在位期間を示す。 ランタンスライドコレクション、エジプトの事物。ギーザ、セレクテッドイメージズ。ビューレイナナ、エジプト広告。ケフレンの神殿のプラン、ギーザ、第四王朝、ブルックリン美術館アーカイブスカフラーのピラミッドと、ダイスフィンクスカフラーは、ギーザの第二ピラミッドを建造した。このピラミッドはエジプト語では、ウェルカフラーと呼ばれた。これは、カフラーは、偉大なりという意味である。 このピラミッドは付随するピラミッドを持っており、G2 と分類されているが、誰が埋葬されているのか明らかではない。王の長男の体等を保護するためのシーリング材が見つかっており、カフラーのホルス名があるカフラーの歌詞神殿は、ナイル川近く、スフィンクス神殿のすぐ隣に立っていたとされる。入り口の道からは、ハトホルとブバスティスに言及する碑文が見つかっている。また、 カフラーのホルス名を伴う秘文の残骸の一部が発見されている。マリエットは1860年にカフラー像を発見した。いくつかのものは井戸の底から見つかっており頭がなかった。しかし完全な状態の像も見つかっている。総祭殿はピラミッドに隣接して建設されている。総祭殿からは石州同様にカフラーの名前が記された。 メースヘッドが発見されている。スフィンクスはカフラーの時代のものだと言われている。この見解はスフィンクスがカフラーのピラミッド神殿複合体に隣接して建造されており損傷してはいるが、顔の造形が彼の彫像と類似しているように見えることに後押しされている。ギーザの大スフィンクスはカフラーのピラミッドの守護者として作られた可能性があり、 王権の象徴でもあっただろう。スフィンクスは新王国時代には神格化された。ファラオ、カフラー像、おそらくメンフィス出土。現在エジプト考古学博物館に収蔵。アラバスター星であり、彩色の跡がある。古代の歴史家マネトはカフラーをスフィス二世と呼んでいる。そしてその在位年数を66年としているが、それ以外に、 彼について何も記していない。古代ギリシアの歴史家ディオドロスとヘロドトスはカフラーを異端者、冷酷な独裁者として描く。彼らはカフラーは父である古代妄想の独裁者、ケオプスの死後王位を継いだとしている。また、ヘロドトスとディオドロスはカフラーが50年統治したとし、貧しいエジプト人たちは二人の王の合わせて106年の 知性の間苦しまなななければならなかったと主張している。しかしかまた、彼らは、カフラーの後継者として、メンカウラーについて述べ、この王は二人の前任者のカウンターパートであると、している。ヘロドトスは、メンカウラーについてクフとカフラーの残酷さに悲しみ、失望し、平和と善徒をエジプトに取り戻したと記述している。現代のエジプト学者たちは、ヘロドロスとディオドロスの物語は、 同時代の価値観による一種の抽象であると評価する。ギーザのピラミッド群のような特大の墳墓は、ギリシア人や、後の新王国時代の神官たちをも悪い意味で、驚かせたに違いない。なぜならばこれらは、必ずや、異端のファラを悪縁にアテンと、その古代妄想的な建築計画を、思い起こさせたからである。この非常にネガティブな人物像は明らかに、 カフラーと彼の威圧感のあるピラミッドに投影された。このような見解はあるいは、カフラーの生きた時代、貴重な石で作られた巨大な彫像を作成し、公衆の面前に設置することは王にのみ許されていたという事実によって増大されたかもしれない。ギリシア人の著作家と葬儀神官や神殿の神官たちは、この壮大なモニュメントについて、 古代妄想的な性格の結果とする以上の説明をすることができなかった。これらの見解とことの天末はギリシア人の歴史家たちによって熱心に収集されたのでカフラーについての否定的な評価が構築された。なぜならばスキャンダラスな物語は聖徳の王について語る物語よりも読み手に好まれたからである。ありがとうございます。